はい、皆さんこんにちは。ヨガジェネレーション代表の三木蔵でございます。いつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。ヨガ×デザインの夜明けということで、開いてますね。久しぶりにこれ開くということはですね、だいたい初登場パターンですね。はい、いや、ちょっと前置き 1,2 分喋らせてください。実は去年から三木蔵ヨガビジネスコンサルコースなるものをやっておりまして、もう5ヶ月6ヶ月の中でヨガのビジネスを、もう確実にビジネスを立ち上げていってもらうっていうようなコンサルコースみたいなのをやっております。で、今実は先月から3期生がスタートしてまして、かなり自分も手応えを感じております。で、やっぱりビジネスを起こしていくってリアリティある人ない人いると思うんですけれども、やっぱりね、スモールビジネスね、ちっちゃいこう50人から100人ぐらいのヨガコミュニティを自分の力で立ち上げるってなった時に、もちろん三木蔵の経験とか、そこに数字の原理原則とか集客とかっていろんな話が勉強しなきゃいけないっていう必要性が出てきます。ただその中に意外にこう盲目になりがちなんだけど、それを勉強するとすごい効果があるよっていう、このジャンルがですね、デザインというね、このキーワード、皆さん今日は覚えておいてください。デザインっていうのは、チラシ一つとっても、インスタグラムの投稿一つとっても、そしてホームページデザイン一つとっても、看板デザインとっても、何にでもデザインっていうのは必要なんです。で、結果的にコンサルコース3期生やる中で、これはヨガ界にデザインのアップデート感というか、それぞれのヨガのプレイヤーたちがデザインに対してリテラシーをどん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 上げていった先にある未来っていう、そこに可能性を私感じまして、よしと久しぶりに思い立ったが吉日、いろいろなプロジェクトが今水面下で進もうとしております。今日はその僕が今考えている未来に一緒にパートナーとして強力なタッグを組んでくださるゲストを今日はお披露目ということで、もう明らかに僕見てませんよ、緊張してるこの人こっから緊張が漂う。でも呼んでみましょう。デザイナーでもこの1年三木蔵といろいろ関わりが水面下であってお仕事をさせていただいてます、武田清美さんの登場です。むっちゃ緊張してる。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、改めましてデザイナーの武田清美さんです。拍手、イエーイということで。はい。いや、まずは武田さん。はい。ね、これもしかしたらコンサルコースの子たちはびっくりしてるんじゃないですかね。あ、武田さんだみたいな。そうですね。ね、そうなんですよ、うん。まずちょっとどうですか。自己紹介、軽く何者なのかみたいな。はい、ちょっとしてもらってもいいですか。はい、はい、武田清美と申します。めちゃくちゃ緊張してるんですけど、はい、私はウェブデザイナーをしてたんですけども、はい、今はもうヨガ専門デザイナーということでさせていただいてます、はい、で、ここならで最初にご依頼をいただいた方が、うんうん、まさかのミキさんの一期生だったんでね。一期生の方だったんです。ユキちゃん見てる？あなたの縁のおかげで、ね、はい。で、まあ、そこから広がったご縁で、うん、まあ、ヨガ界から依頼をたくさんいただくようになりまして、うん、デザインを。いいね、いいね。いやいや、ここまあ流れ言いますね。その、はい、結果的に今デザインの、まあ、事業を自分でされててすごく盛り上がってるんです。はい、で、そう、コンサルコースの1期生の、ね、子がね、最初、ココナラっていうサービスの中でね、武田さんに出会って、で、まあ、コンサルコースは僕が面倒を見てますから、はい、実はね、そのデザイナーさん選びにも一応僕のコンサルティングが入ってたんですよ。あ、そうなんですよ、ね、この人はやめといた方がいい、この人はいいかもしれないみたいな。で、その中で僕が、まあ、そうね、これ話しながら何を見てたかって話なんですよ。まずお問い合わせをした返信の内容を全部メッセージで僕見せてもらったんですよ。そうだったんですか。そうなんですよ。で、あ、これダメ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 で、その中でおおみたいな、この子ちょっとすごくないみたいな1返信目をしてきてたデザイナーさん、それが結果もう約1年前になります、武田さんになります。で、そこから
この方はもしかしたら素晴らしいかもしれないっていうことで1期生の子が結果1期生から何人作りましたあの中で。そうですね、あのゆきさんから始まって、はい、1期生は4名ですね。4名ほとんどの子が結局高田さんにホームページを作ってもらうことになり、はい、2期生は何人ぐらいお世話になりました。2期生の方も4人ぐらいですかね、はい、そして多分ですね、はい、3期生も 4、5人武田さんにお願いしたいということになりそうなんです、はい、でこれねやっぱりねデザインとかねウェブデザインとかってねやっぱねデザイナーだったら何でも同じかって皆さん思うかもしれないけど全然違うんです、うん、で実は武田さんにさっき言ってそうなんですかって言われたんですけど、ミキゾーはですねお花スマイルヨガジェネレーションを立ち上げたのはもう17年目だんで16年前に立ち上げた時にちょっと事業も忙しかったんですけれども、ウェブ制作の依頼を受ける、まあ、制作会社の側面が一時期あったんですよ。2年間ぐらいありました。だからもうねヨガのサイトスタジオのサイトで言ったら 3、40は多分作った実績があるんですよ。で僕はもうそこから忙しくなってウェブデザインの、まあ、部署というかね事業自体をもうあのヨガジェネレーションの本業にシフトすることによってなくなっちゃったんですけど、いまだにやっぱりこうビジネス講座の中でウェブデザインってどうやればいいんですかとか、サイトの構成とか UI 設計とか動線の設計とかね、いろいろアドバイスをするんですよ。でその中で出会ったのが武田さん。で武田さんは僕のことを知らなかったんですよね。はい、知らなくてなんかヨガのサイトの依頼が止まらないみたいな。そうなんです、あの、ね、そうなんです、僕はねそうなんです、はい、あのちょっとなんかニヤニヤしながらいろんなサイトを作りたいっていう子をこの人いいから問い合わせてみなって言って、あの僕の名前を明かさせずどんどん送り込んで、多分このデザイナーさんはやたら最近ヨガの仕事多いなって思ってるんだろうなって、でいつか何かの突発的に気づいた時に、あ実はっていうのがあれば面白いなと思って半年ぐらいそういうことをして、まあ、出会うことになるんですよね。そうね、やっぱりそうだったんですねってなって初めてお会いさせていただいて、もうそれも何ヶ月も前ですけれども、そこからあの武田さんがどういう仕事をされてて、どういうスタンスでお仕事をされてるのか、いろいろこう人間性も含めて見させていただいた中で、なんか自分のね心の中でちょっとふつふつとまたちょっとウェブに関わる仕事してみたいなっていうところで思いがこう合致しまして、この度いろいろな取り組みを武田さんとすることになりましたということで、どうですか武田さん。はい、いやもう本当に私もこう、うん、半年後ぐらいに、うん、ミキさんが紹介してくださっていたっていうことに気づいて、うんうん、めっちゃご挨拶が遅れて申し訳なかったなっていうのが今最初だったんですけど、まあそれですごくお礼を DM でお伝えしたところ、うん、あの本当にすぐにご返信をくださって、うん、まあ、あのそういうね、うん、めっちゃ緊張してるんですけど緊張してるいいね、はい、ね、まあ、面白そうだからいいかってね、お話聞かせてくださいっていうことがあって、一回ズームさせていただいて、ね、はい、もうそれが、まあ、きっかけだったんですけども、うん、こう話させていただく中で、うんうん、めちゃくちゃやっぱり共感するところとかもいっぱいあるし、うん、まあ、これからもうね、もう今まで関わらせていただいた、うんうん、あのコンサルコースの皆さんって、うん、本当に素敵な方ばっかりで、ね、はい、本当そうだよね。なので、うん、もうなんか何か自分ができることないかっていうところで、うん、まあ、やっぱり私のそのデザインの強みって、うん、まあ、デザインとマーケティングの知識を掛け合わせて作るものっていうのが、うん、やっぱり他のデザイナーさんとは全く違うところなんですね、うんうん、なのでそこを生かしてこうヨガスタジオの経営されている皆さんの売り上げにつながっていくようなデザインができないかっていうところで、うん、ミキさんにご提案をさせていただいたっていうところです。そうなんです、はい、でね、武田さんのいいところはご自身もヨガされるんですよ、はい、そうなんですよ。でご自身の中で自分がやってるヨガとかこういう好きなことに関われる仕事をしたいしたいと思ってたら、まあその1期生の子との引き合わせがあり、うん、そっからまあミキゾーの目にも留まり、ちょっと僕はちょっと実験的にこの人に、ね、その紹介しまくったら何が起きるのかなみたいなことでニヤニヤしながらやり、で2人は出会うことになり、で結果ですね、あのね、この1年でこの方14サイトヨガのサイト作ってるんですよってなると、
やっぱりね、ヨガの、まあ、もちろんウェブサイトである以上、まあ、全部一緒だと思うんですけど、ヨガってちょっと特殊なところも やってみてあるでしょ。なんかそうですね。そうなんですよ、はい、だからその辺をもう14サイトのうちもう半分以上のサイト僕関わっていろいろやり取りして、うん、デザインも僕見せてもらって、ここはこうしてほしい、ああしてほしいっていう風にして、だんだん精度が高まってきてるっていうので、まあ、もしね本当に今ウェブ制作リニューアルとか新規で立ち上げようと思ってたっていう方はですね、本当にあのご依頼いただければ、僕もあの割と今後は関わってもいいかなと思ってるぐらい、こうね、線の引き方とかそのデザイン方向性とか、もともとそもそも僕はその系の上がりなので、ビジネスの根幹を相談することもできますのでね、今ウェブ考えてる人はぜひということで、後でこの概要欄にね、そのお問い合わせフォームみたいな武田さんへ直通のフォームがあるそうなので載せておきますけれども、武田さんと一緒にまずヨガジェネレーションとして取り込もうとしていることを今日僕一応宣言しておきますと。あのね、僕ビジネス系のこのヨガの、ね、発信をしても長いんですよ。15年やってるんですよね。でその中でやっぱりね、ヨガの先生たちが困った、で困ったっていうのは、なんていうかな、ほとんどのケースがやり方がわからないっていう無知さから来る困ったが、やっぱりヨガの世界で未だにいろんなカテゴリーであるんですよ。で僕はやっぱりこのヨガビジネスとかこういう発信って仲間じゃないですか。ヨガの先生って、ヨガの先生の困ったをなくしたいって思っていつもやってるつもりなんですね。だから今日誰かがどこかで困ってることを何かを情報共有してお届けして、その人の困ったが軽減すればいいな、分かったになればいいな、それがありがとうになればいいなと思ってやってるんです。で、はい、いよいよ武田さんと出会ったミキゾーはウェブ、インターネットとかデザインに関する困ったをなくしたい、そんな思いで武田さんと組みたいなと、はい、ですよね。はい、そうです、はい、なので今後まずこれ YouTube はお金かかりません、はい、なのでいろいろなデザインのいろは的なことを今後は武田さんと、コンテンツにしながら、先生知ってますか、これ要注意ですよ、フォント一つ、空間の選び方一つ、デザインのトンマナの、法則みたいなことをね、 YouTube の中で公開できることはどんどん公開していきます。でスキルっていう意味では9月にですね、もう決まっております。で多分10月にも1回目が多分すぐ埋まりそうなので、ヨガの先生のデザインスキルを上げる講座をやります。はい、イエーイ。さくらさん何日だっけ今、仮9月の28日みんな開けといてください。10月は仮で、10月はもう決まったっけ、月曜日、21か月曜日、はい、あのあれだ、祝日の月曜日だ、14でした、ごめんなさい。はい、9月と10月に、まあ、ヨガの先生じゃなくてもいいですよ、デザイン興味ある人ぜひ来てください。今のところ教材がもう半分ぐらいできつつあるんですけれども、キャンバ、はい、ね、あれすごいツールですね。すごいです ね、 ね、うん、本当に知ってますか皆さん、キャンバ、うん、あのもう一般の人が無料で使えるデザインツールです。我々の時代はフォトショップとかイラストレーターが使えないとデザインなんかできなかったんですけど、はい、今はできるんですね。できます。はい、そのキャンバを使ったキャンバでもほとんどのことができるようになるので、それを1日かけて武田さんから、デザインスキル、デザインの原理原則で、そしていろんな特典がつきます。お土産がすごいんです。これはまた講座がねリリースされたらぜひ皆さんチェックいただきたいんですけど、まずは9月10月にそういうことがあるんだなと。今日緊張してるからいっぱいミキゾーが喋らなきゃいけない。最後ちょっと思いを伝えてよ。はい、はい、どうですか、ミキゾーと仕事することになりましたね。はい、武田さん、いよいよ。もうね、そうですね、もうまずは驚いてます、はい、なんですけど、もうなんか楽しみな気持ちがすごく強くって、うんうん、やっぱり私は今までこうデザイナーにもともとなりたいと思ったのも、うん、誰かの問題を解決するためになりたいっていうふうに思ったのがきっかけだったので、うん、あのそれをね、大好きなヨガのしかも先生方のためにさせていただけるんだったら、うん、こんなに嬉しいことはないです。素晴らしいですね、はい、なので、うん、もう何でもさせていただくつもりで頑張るので、はあ、あのデザインのこと、分からないこととかは
何でも聞いて、うん、もう解決していただけるようなコンテンツにしていきたいと思ってます、はい、なのでめっちゃ緊張しててですね、もう手汗が止まらないんですけどいいですね、はい、ういういしい。でもこれもあと3本4本撮っていくとペラペラ喋れるようになるっていうのが不思議なんですよね。ね、さくらさん、昔のあなたもそうでした。はい、そんなね、あの武田さんとの取り組みも皆さんぜひ乞うご期待ということで、あの最後にね、こう三木蔵がまあこんな話どうかと思うんですけどね、人をどうやって選んでるのかっていうことをよく聞かれるので、これいいタイミングだなと思って、武田さんの素晴らしいところは本当にね、人に対する丁寧さが僕は今まであったデザイナーさんの誰よりもある。だから当事者意識を持ってクライアントの立場になって、ものすごい丁寧な仕事をされるなっていうような印象にもかかわらず、ものすごいスピード感があるにもかかわらず、まだお子さん何歳でしたっけ？1歳6ヶ月のお母ちゃんもうパワフルすぎるだろっていうところの、まあ感動と尊敬心があって、あの三木蔵はこの方とどういう形でもいいから仕事をしたいなと思ってラブコールを送り、今日があると。でいよいよ9月に向けて、まずは第一段階、リリースがあって、でも今後はね、ヨガのヨガだけじゃないです、ピラティスの先生、トレーナーの方、フィットネスインストラクターの方、これ全部ウェブで言ったら一緒です。で僕は全部その領域カバーできますので、そういう方たちへウェブ周り、デザイン周りで、まあ、2人で協力をして、でしかも武田さんの周りには、まあ、1人ではもう抱えきれないんでね、あの10名以上のまあ仲間がここにいる、そんな組織で僕もジョインして、きっといいムーブメントが起こせるんじゃないかなという確信がありますので、皆さん、私の人生にデザインなんか関係ないと思ってたそこのあなた、もうそういう時代じゃないです。もうキャンバが出てきた時点で僕は世の中ひっくり返るなと思ってましたし、あの素人の人が見よう見まねでここまでデザインできるんだな。だけど基本的に人生の中でデザインを学ぶことってないんです。だから原理原則とか基本的なルールってものが一応あります。で集客におけるマーケティングにおけるデザインのイロハっていうものは一回覚えておけば、それをベースにして組み上げればいいんです。だからそういうことをね、いよいよフィットネスとかピラティスでもヨガの先生がそういうことを勉強する時代が今来ていると僕は思いますんでね、皆さん一緒に勉強していきましょう。緊張の現場からお届けしました。ぜひ皆さんこのプロジェクト、ワクワクする未来が待ってると思いますので、一緒に見ていっていただければと思います。武田さん、どうぞ今後よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。ではでは。